皆さんこんにちは。この動画では、初めてグランロデオのライブに参戦するけど、どんな服装がいいの？何を持ってきたらいいの？という方に向けて、参戦する時の服装や持ち物を、注意点を交えつつ、オールスタンディングと指定席の席種別に分けて解説していきます。また、今回は感染症の流行による制限がないことを前提で解説しています。解説をする前に、まず席種を紹介していきます。グランロデオのライブで使われる席種は、オールスタンディングと指定席の2つあります。まずはオールスタンディングですが、簡単に言うと立ち見です。座る席がありません。アニメ関係のイベントではあまり馴染みのない席種かと思います。チケットに記載された整理番号の順番に入場して、好きな場所に立って楽しむ形式です。ロックバンドのライブやフェスなどはもちろんのこと。グランロデオではゼップなどのライブハウスでライブを行う際、主にこの形式になります。オールスタンディングのメリットは、整理番号にもよりますが、ある程度立ち位置を自分で決められるので、自分の見たい場所で楽しめます。続いては指定席です。こちらはホールなどのイベントに行ってる方なら馴染みのある方が多いと思いますが、チケットに記載された座席で楽しむ形式です。主にホール、アリーナ会場と一部のライブハウスの2階席が指定席となります。指定席のメリットは座席があるので、疲れた時に座って休憩をすることができます。それでは本題に入ります。まずは服装からです。まずオールスタンディングですが、基本的に T シャツにパンツ、靴はスニーカーを履くのが一番いいです。できるだけステージに近い場所で見たいという方は会場の前方に行くので、前に行けば行くほど人の密集度が上がり、開演直前になると、ロビーにいるファンが一気に押し込まれ、どうしても押し合いになります。例えるなら満員電車。公演中は汗でびしょびしょになるので、動きやすい服装をしていくのをおすすめします。続いてオールスタンディングでの服装や髪型の注意点を3つ挙げていきます。髪型についてですが、髪の長い方は後ろでまとめるようにしましょう。まとめていないと、後ろの人に髪が当たる上、目に刺さったり、口に入ったりして危険です。まとめる場合でも、ポニーテールやツインテール、お団子ヘアなどを高い位置にまとめると、視界の妨げにもなってしまうので、後ろの低い位置でまとめておきましょう。高さのある帽子や髪飾りも同様です。服装についてですが、スカートやワンピースなど裾が長い服装は、裾を踏まれた時、転倒したり、周りの人が巻き込まれたり、立ち上がることが困難になるのでパンツを履くようにしましょう。靴は絶対にスニーカーなど動きやすい靴を履いてください。ステージが見えないからとヒールや過度な厚底靴を履いていくと、動きが激しいオールスタンディングでは疲れやすく、動いた拍子に他のファンの足を踏み怪我をさせてしまうだけでなく、自分もバランスを崩し転倒してしまう恐れがあります。もしヒールや厚底靴を履いてきてしまった場合は一番後ろで楽しみましょう。サンダルも踏まれた時に怪我につながるので NG です。時計などの大きな装飾品は、周りの人に当たって怪我をさせてしまう上に、落とした際拾うのが大変困難となるので、最小限にしましょう。メガネの方はできるだけコンタクトをつけることをお勧めします。以上のことはどのオールスタンディングでのライブやフェスでも守るべきマナーです。人の密集が少ない一番後ろで見るなら問題ないと思いますが、それ以外の場合は周りのファンだけでなく、自分を守ることにもつながるので必ず守りましょう。続いて指定席ですが、オールスタンディングとは違い、自分のスペースが確保されているので、服装は基本的に自由です。牛のパジャマや、過去の衣装を手作りして着てくる方もいますので、自分の楽しみたい服装で楽しんでください。ですがヒールや厚底靴を履く際は足元が見づらいので、特に傾斜のあるスタンド席では転倒に十分気をつけてください。以上、服装の解説でした。次の本題に入ります。次は持ち物です。ここでは必要なものと持っていくといいものに分けて解説していきます。まず必要なものですが、チケットと、ライブハウスの場合はドリンク代です。チケットは入場する際にもちろん必要です。これがなければ入れません。電子チケットの場合はチケット画面が表示できるスマートフォンなどを用意してください。ここで注目すべきはドリンク代です。ZEPP などのライブハウスではワンドリンク制となっている会場が多く、チケット代とは別で入場する条件にドリンク代の支払いが必要で、用意していないと入場ができないので忘れないようにしてください。IC カードに対応している会場もあるので、事前にチャージしておくとお釣りのやり取りがなく、スムーズに入場できますよ。金額については各ライブハウスを確認してください。
支払うと引き換え用のコインなどがもらえますので、欲しいタイミングでカウンターで飲み物と引き換えてください。引き換えは開演前だけじゃなく終演後でも可能です。ちなみになぜドリンク代が必要なのかは、これだけで話が長くなるのでぜひ調べてみてください。続いて持っておくといいものですが、ここでは席種別に分けて解説します。まずはオールスタンディングで持っておくといいものは、ペットボトルホルダーとタオルです。開演前に飲み物を引き換えた場合、バッグやポーチに入らないと公演中かなり邪魔になります。その時に使うのがペットボトルホルダーです。ペットボトルの飲み物に限りますが、首から下げるタイプやカラビナタイプがあり、ゴムの輪っか部分をペットボトルの首部分につけ、首に下げたりベルトなどに引っ掛けることで手ぶらになることができます。ライブハウスによってはドリンクと一緒にもらえたりしますが、もらえない会場もあるので用意しておくと便利です。タオルは人の密集でとても汗をかきやすい環境なので、いつでも拭けるように首に巻いておいた方がいいです。落とすのが不安な方は、リストバンドで縛るといいですよ。ペンライトは？と思う方がいらっしゃると思いますが、個人的には公演中は何も持たない方がいいです。常に人との距離が近いので、ペンライトや扇子などを持っていると人を叩いてしまったり、装飾品同様、人とぶつかった拍子に落としてしまったりするので、何も持たず手ぶらの方がいいです。ここで一つ持ち物に関する注意点なのですが、リュックやトートバッグなど場所を取る大きい荷物は、会場に入る前に事前に預けてください。邪魔になる上に盗難の危険もあり、床に置いたら踏まれたり蹴飛ばされるので、事前にロッカーか遠征の方はホテルに預けて、必要なものはウエストポーチやボディバッグなど、身につけて邪魔にならない小さなバッグに入れて入場しましょう。会場内にもロッカーはあるところはありますが、数に限りがあるのでできるだけ入場前に預けておきましょう。次に指定席公園で持っておくといいものはペンライト、扇子、タオルです。ペンライトは持っておくと曲によって色を変えたりして、大きな会場の一体感がより感じられます。他の界隈ではペンライトを胸の高さまでといったルールがあるところもありますが、グランドデオはガンガン振り上げて問題ありません。タオルや扇子は汗を拭いたり涼んだりするだけでなく、振り回す曲が存在します。確実にその曲をやるわけではありませんが持っておくと楽しめますよ。中にはバブルを彷彿とさせる羽のついた扇子、ジュリ扇を持ってくる猛者もいます。その姿はまさにディスコ。以上持ち物の紹介でした。最後にオールスタンディングで参戦する上でのその他注意点です。一つ目は場所取りです。その場を離れるときに柵にタオルをかけたり、友達を待つために場所を空けて、他の人が立たないように場所を取るなどの行為はマナー違反です。その場を確保できるのはその場にいる間だけなので、離れる場合はその場所は諦めて譲りましょう。トイレなどは事前に済ませ、友達を待つ場合は友達が来てから場所を確保しましょう。二つ目は開演待ちから立ちっぱなしになることです。2時間以上密集してるところに立つことになるので、疲れたり体調が悪くなる方もいます。その場合は出口や後方へ移動するか、移動が難しい場合はスタッフなど周りの人に助けを求めましょう。また、身近に体調が悪くなった方がいたら、手を貸してあげてください。3つ目はどのオールスタンディングのイベントでも論争が絶えないルールですが、グランドデオのライブでは基本的にダイブやモッシュが禁止となっており、これらなどの危険、迷惑行為を行った場合は退場させられます。なお会場ごとにルールが違い、中には他の施設に影響がありジャンプが禁止されている会場もあるので、注意事項は会場に記載されている掲示物を確認するか、開演前のアナウンスをよく聞いて、従いましょう。ルールを守った上でライブを楽しんでください。以上グランドデオのライブでの服装や持ち物、注意点などを自分なりに解説してみました。オールスタンディングは特に注意するべき点が多いので、会場のルールだけでなくマナーを守ることも大切です。この動画が会場に向かうまでの準備として少しでも役立てたら幸いです。良きライブになりますように。ご視聴ありがとうございました。